こんにちは、視聴者の皆さん。今日は九州地方の自然環境と、そこで生活する人々や産業にどのような影響があるかを詳しく見ていきます。この動画の目的は九州地方の地理的特徴や環境と、そこに住む人々の生活や産業との関連を多面的、多角的に考察し、理解を深めることです。本編では以下の項目を順に取り上げていきます。九州地方の自然環境、火山と共にある九州の人々の生活、自然を生かした九州地方の農業、都市や産業の発展と自然環境、南西諸島の自然環境と人々の生活や産業。それでは始めていきましょう。九州地方の自然環境、地形と気候。九州は温暖な気候に恵まれ、多くの活動的な火山があります。この地域の気候や地形から人々の生活にどのような影響を与えているかを考察しました。九州の人々の生活、温暖な気候と多くの火山活動は九州地方の人々の生活に多大な影響を与えています。例えば、温暖な気候は四季折々の野菜やフルーツの栽培を可能にし、地域経済の活性化を支援しています。また、火山活動は温泉地域の形成を助け、観光業を盛んにしています。火山の恵みと被害。九州地方の農業、火山土壌は非常に肥沃であり、農業に利用されています。火山灰土は水はけが良く、畑作に適しています。特に、稲作や野菜栽培が行われています。また、温泉地域は観光地として利用されるだけでなく、温泉施設の利用による地域経済の活性化が見られます。しかし、火山活動は災害リスクも持ち合わせており、地震や噴火による被害も発生しています。これに対処するための防災教育やインフラ整備が行われています。自然を生かした九州地方の農業。火山活動と温暖な気候は、九州地方での農業にも大きな影響を与えています。火山灰地層を利用した農業が盛んで、畜産や稲作が行われています。畜産業では、特に豚肉や鶏肉の生産が主流であり、これに関連する加工産業も発展しています。都市や産業の発展と自然環境、アジアとの関係。九州はアジアの他の国々との関係を深める地理的な位置にあります。これにより、交易や文化交流が活発化し、多くの国際会議やイベントが開催されています。また、近隣の国々との経済関係も強化され、九州地方の都市や産業の発展に貢献しています。南西諸島の自然環境と人々の生活や産業、地域の特色と交流の歴史。南西諸島は独特の自然環境を持ち、それが地域の文化や産業に影響を与えています。例えば、これらの島々はサンゴ礁や豊かな海洋資源に恵まれており、漁業や観光業が盛んです。また、地域の歴史的背景や交流の歴史に基づく多様な文化が形成されています。これにより、地域社会は自然環境を生かした独自の生活様式や文化を築き上げています。まとめ、九州地方は自然環境の多様性が人々の生活や産業に多くの影響を与えており、その地域ごとの特色や課題が存在します。特に火山活動や温暖な気候は農業や観光産業に影響を与えています。また、アジアとの近さは交流や産業の発展を促しています。視聴者の皆さん、今日も動画を視聴いただき、ありがとうございました。九州地方の自然環境とそれが生活や産業に与える影響について学ぶことができました。ぜひ九州地方を訪れて、その豊かな自然と文化を体感してみてください。細かな詳細については過去動画をぜひ訪れて学びを深めていきましょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。